の新作がマジで美味しかった。キュンです。あーハートありがとう。抹茶の違うの、なんか新作はバレンタインのやつで、なんか、チョコレートオンザフラペチーノみたいな、そんな感じの名前だった気がする。あ、今のリップはそう、B アイドルのね、あかりんさんのリップだよ。こうやって普通消してんのかな。ちょっとこのテープ捨てるわ、今気になったから。これめっちゃおすすめ。おしりんこんにちは。こんにちは。今起きました。遅めとか言いつつ、私もこの時間に起きる時はあるけど、新作って言っても毎年同じじゃない、季節限定みたいな感じで。あーでも確かにこの時期はいつもチョコ系ですよね。そういうなんか季節のあれはちょっと軽くもう決まってきてますよね。言うて私もここ 2,3 年で新作を追っかけるようになったので全然詳しくないんですけど、今日も可愛いやないかい、キュンキュンありがとうございます。嬉しいです。これからもっと可愛くなるためにちょっとメイクをしようかなって思います。キュンです。わかる、私も使ってるスピンクリアいいよね。え、これマジでおすすめ。スースーして気持ちいいです。男の人も使ってください。あ、私が販売してるわけじゃないんですけど、めっちゃおすすめ。さて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 、メイクでもしていくか。一旦手をアルコール消毒しよう、汚かったらあれだから。やっほー、ヤッホー。おしりん今日も可愛いって、ありがとう、嬉しい。こんにちは皆さん。え、みんな今お仕事中かな。お仕事中だったら本当にごめんなさい、なんかちょっと邪魔してしまって。でも適当にベロベロ喋りながら配信してるから、耳だけ傾けてくれたら嬉しいかなって感じ。春日部の幼稚園児、あ、これ可愛くない、めっちゃ可愛くない、しんちゃん。あ、ちょっと、最近のお気に入りアクション仮面もあるんだよ。あれ待って、引っかかってる。アクション仮面バージョン、こっちを二つある。最近これをゲットしました。なんか前までこういうサンリオのさ、サンリオのピンしか売ってなかったんですけど、最近いろんなピンを売ってくれるようになったので買ってる。マスクしててもマスク汚れないしいいよね。確かにそう。しかもスースーして唇が潤う。おしりん地元に帰ってくることありますか。最近は全然ないですね。11月ぐらいに最後帰ったきりですね。ずっと帰ってない。ご飯中、リモートワーク中。あー、でもお家でお仕事してる人もいるのか。休憩中、ありがとう、休憩を私に使ってくれて。キュンです。時短営業だからもうお仕事終わりました。お疲れ様。今日5時半からこっちゃんの卒業公演があるので、やっぱみんなね急いで家に帰った方がいいですね、仕事終わらせて。
あれ5時半だよな、5時半だと思うけどな。今日はお休みです。お、最高最高や。私もお休みです。お揃い。バリバリお仕事中です。目も傾けてます。ありがとう、嬉しい。空き時間だよ。お、ありがとう。わかんないけど、私は普通の会社に入ったことがないからわかんないんですけど、空き時間とかもあるんですね、お仕事中。休憩ってことか、空き時間ということは。ほんとさ、ちょっとそういう仕組みを知らなすぎて、なんかお友達に、お友達がなんかもう12時には寝るって言ったから、え、早っみたいな言ったら、もうそれが社会人の普通だよってめっちゃビシッて切られて、えっと思って、社会人すげえと思って。あ、ちょっと待った、コメントが動いてなかった。一瞬だけおしりの顔見に来ました。ありがとうございます。通知取ってくれてるのかな、嬉しい。仕事中だけど在宅勤務なのでラジオ的に音を聞いてます。ありがとうございます。在宅勤務だとちょっとだらけちゃいません？私なんか去年とかはなんかリモートでお仕事とかしてたんですけど、もうなんかお家だからちょっとリラックスしてしまったりとか、なんかちょっとって感じになっちゃうって感じ。なんて言うんだろう、なんかほんとだらけちゃうから、やっぱ仕事の現場に行ってお仕事する方がなんかやりやすいなって思っちゃう。初見です、ありがとうございます。最近見てるドラマとかある？ドラマは一切見なくなりましたね。ネットフリックスとかでなんか韓国ドラマとか見てたけど、前全然見ないな。テレビのドラマはもう見ないかもしんない。なんか話題になるやつさ、ちょっと事前に教えてほしいね。なんか前のやつだったらさ、あのこの声温めますかだかってやつはさ、めちゃくちゃさ流行ったじゃん。流行ったっていうかちょっと流行になったやん。流行になるって分かればさ、1話から見たんだけどさ、見なかったね。それが見たかった最初から。病院から帰宅中です。あらまあ、大事に。どうしたの？私のショールーム見に来てくれる人いつも誰かしら病院行ってるけど、みんな大丈夫？元気してる？ではお昼寝してきます。最高、いいな。私もお昼寝しとる。でもお昼寝ってね、いいってね、昨日ね、すごいねファンの人教えてくれたからね、ぜひゆっくりお昼寝してきてください。こっちゃん綺麗になったよね。思った。なんかさ、この間公園一緒だったんだけどさ、マジでめちゃくちゃ美人さんになってた。すごい痩せてたし、可愛かった。毎日が休みです。最高、同じじゃん。私も毎日休みで、毎日休みだし毎日遊んでるようなもん。楽しく生きてます。お仕事少しだけ抜け出してきた、すぐに戻るけど。ありがとう、ありがとうね。みんなが一体どんなお仕事をしてるのかすごく気になる。私は疲れ様です。ナイツのラジオ聞きながら休憩してました。面白そう、ナイツさんの
じゃあ面白そう。私のショールームなんか見るより何倍もためになりそう。社会人の普通ですね。そう、ちょっと、ね、社会人を経験していないから本当なめてますね。こんにちは、しんちゃんの髪の目いいね。これかわいいよね。めちゃくちゃでかいの、しかもこのピンかわいいし、でかい。オーマイボス、恋は別冊でのドラマ、面白いよ。何それ、初めて聞いた。全然詳しくない。全然詳しくない。おしりんファンは年配多いからみんな。そうだよね、みんなおじさん、おじさん多いからな。みんなちゃんと長生きしようね、一緒にね。でも昨日よりはちょっと薄くなったよね、ニキビ。見て、毎日見てくれてる人いるかな、このニキビ成長日記としては。昨日よりは赤みが減ったかなと思うので、いっか。この前歯医者で豪快に削られてきました。うーわ、やだな。マジさ、歯医者さ、別に直してくれるからさ、好きな場所ではあるんだけどさ、ちょっとさ、ね、痛い時ほんとブルーになるよね。痛いのマジで嫌い。でも最近はあのなんだっけ、親知らずを抜いてみたくて、すごいちょっとね気になってます、親知らずについて。ちょっと待って、スポンジ洗ったやつ持ってくる。ちょっと顔のパフパフするスポンジが危ねえ、汚ねえかな。これですね、綺麗なスポンジ。おしちゃんの顔見られたのでお仕事行って頑張ってきます。頑張ってきてください。今日もみんな元気に。偉いぞ、頑張ってきて。夜勤なので今見られる。あら、夜勤なの。寝だめといた方がいいんじゃない、夜のために。ありがとうだけど、見てくれて。配信ありがとう、戻ります。あ、いってらっしゃい。自分は組み込み系のプログラムをやってます。何それ、組み込み系のプログラムってなんだろう。何歳からおじさまやと思う。何歳だろう、何歳からおじさんだと思うんだろう。10歳ぐらい離れてたらかな。わかんない。でも実際ね、ちょっとファンの人の年齢がね、私も分かってないから、ちょっとやっぱ簡単におじさんっていうのは良くないのかな、もしかして。
なんかこのぐらいかなって思ってた年齢より意外とすごい年がいってるファンの方とかいて、この間とかもびっくりした。全然もっと若いかなと思ってたファンの方がもう還暦みたいな、還暦だっけなりますよみたいな言われて、みたいな、めちゃくちゃ若いねっていう話をしたりとかしてたから、ちょっとわかんないよね、見た目だけで判断するな。親知らずは痛い思い出しかない。親知らずは将来の歯のスペアとして抜かずに取っておくのがいいよ。そうなの？抜いた方がいいって言わん？なんか虫歯になっちゃうみたいなさ、あと歯並びが悪くなっちゃうみたいなさ。せっかく歯の矯正したのに上だけだけどさ、下もしなきゃと思うとちょっと面倒いから、下の歯だけはちょっと親知らずをさっさと抜きたいな。親知らずは麻酔次第でしょ。親知らず抜いたら麻酔が残りました。ピエンピエン。で、私よく歯医者行くからもう麻酔には結構慣れてると思うんですけど、でも腫れるって聞きますよね、すごい。ほっぺが今でさえこんな丸々としたほっぺなのに麻酔切れてパンパンなんの怖いな。2日ぐらいお休みいただきたいな。みんなおじさんって言ってる自分のこと。そりゃメンバーと同じぐらいの娘いるし、あーちょっとそれは確かになんか感じますよね、年をね。まあでもおじさんだからといって悪いことはないし、私はおじさん大歓迎なので全然いつでも気兼ねなく来てください。抜いた方がいいね。でしょ、なんか奥に生えてんのよちょっと。でもなんかあの一番良くないさ、切ってこう出して抜かなきゃいけないタイプの歯で、それだけがちょっと怖いかなって感じ。一番良くない歯の生え方して、コロナ禍が影響して髪の毛伸ばしたら小さい子におばさんに間違えられました。やばい、それはそれはやばい。サメみたいに歯が何回も抜け替わればいいのにね。サメって何回も歯抜け替わるの？知らなかった、初めて聞いた。ヤッホーみんな。そうそう、麻酔がね効かなかった時あるから、ちょっと麻酔が怖いですけど。100点満点のアーヤの回答、年なんて関係ないよ。おー、確かに100点満点だ。正直に言っちゃうからな私。でも最初の頃とか、まあでも最初今もそうだけど、大体なんかほんとやっぱおじさんのファンの人が多かったから、まあ最近ちょっとずつだけど若い人も増えてきてくれてって感じだけど、なんか逆に若い人への対応をどうしたらいいのか分かんな
くなって、ちょっとなんかコミュ障みたいになっちゃいますね。どんな話したらいいか分かんないの。おじさんはさ、割とさ、何でも話、うんうんって聞いてくれたり、愚痴とかも聞いてくれるけどさ、若い人とどんな話したらいいのか分かんなくて、やっぱちょっと私はおじさん向きだなと思いました、自分で。誕生日が同じメンバーが NMB や乃木坂にいるけど、年齢の差に改めてびっくりしたことある。いやでもそれはこっちも思いますよ。すごい若いメンバーとか入ってくると、えーって一回り違うんかいってなる。だってアミちゃんとかもさ、私9歳ぐらい違うんだよ、アミちゃんと。なのにさ、一緒に遊んでるんだよ。やばいよね。私が幼稚なのか、アミちゃんが大人なのかわかんないけどさ、アミちゃんと普通に話が合うのよ。親知らずは市民病院に3泊4日して4本同時抜いて、こんわ、全身麻酔抜いた人もいんの？マジでそんな感じなんだ、親知らずって。え、待って、怖い。全身麻酔は無理。そんな、そこまでしなきゃな。ちょっとハードル高くなってきたな。ちょっと抜きたくなくなってきたわ。挫折早くないって話なんだけど、ちょっと怖くなってきちゃった。全身麻酔とかとなると、年なんてただの数字ですよ。いや思いますよ。でも一番気にしてんのファンの皆さんだからね。私たちマジ何も気にしないから。保護者保護者でもないかな、わかんない。でもうちのお父さんお母さんの方が年いってそう。ボンバーイー見たかな。見てない。ボンバーイーキュンです。メイクしてます、今。全身麻酔寝てる間に終わった。それってなんか全身麻酔の後遺症とかないの？わかんないんだけどさ、怖い。なんか後は痛くなんないのかな。全身麻酔終わった後は痛くないのかな。とりあえず私も抜きたいな、これは。はあ、女性は結婚前に一気に抜くことがあるよ。うちの妹はそうだった。そうなの？結婚前に？今じゃねえじゃ。いやでも、いやどうなんだろう。なんか時々痛むんですよ、なんか時々ちょっとなんでかわかんないけど、なんか時々痛むのよ。すごく嫌な痛み方する時あるのよ。だからそういう時にすごく歯を抜きたいなという気持ちでいっぱいになります。耳かゆい。YouTube 見てます、楽しいです。ありがとうございます、嬉しい。今は全身麻酔も安全ですよ。そうなんだ、したことないからわかんないんで。お尻なんだい、なんだ、呼んだ、おい。
全身麻酔は酸素マスクみたいなの口に当てて数回呼吸したらすぐと意識飛んでいく。痛くはない。唇に麻痺が残った。あーそうなんだ。え、絶対は知らずのせいでさ痛いよね。なんか歯というかなんか奥の歯の皮膚が痛いのよ。なんか声終わりとか良くなるんだよね。多分歯を食いしばってるのかな、知らず知らずのうちに。よく原因は分かってないんだけどさ、ちょっと嫌じゃんそれは。ガム噛んでるとき突然痛くなることある。やばいじゃん。それただの虫歯じゃなくて親知らずじゃなくて虫歯じゃないそれは。虫歯になりやすいなら抜いといた方がいいよ。そう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 、そうらしいのよ。虫歯になりやすいらしいのよ親知らずってやつは。絶対嫌じゃん。なんでこれ以上虫歯を増やさなきゃいけないのって話じゃん。今すごくメイクブラシが気になっててマジで買おうか迷ってる。ちゃんとしたメイクブラシを。これ今鼻頑張って作ってるわけだけどさ、この筆があんまり良くなさすぎて多分下の化粧が取れてんだよな。毛穴がめちゃくちゃ目立つね。変えたい。筆を変えたい。虫歯ではないの？多分ないと思うけどな。わかんない。最近ね、歯医者さんに行ってないからね、わかんないんですけど、多分ちゃうと思いますけどね。鼻かゆ、ごめんね、ちょっと鼻かきますね。しっかりと歯を磨いてください。了解です。クマノフで買えば。聞いたことある。クマノフでって言うんだっけ、わかんないけど。いい筆欲しいな。で昔ね、なんかね、あの歯の女の子が、数少ない私の歯の女の子がくれたんですよ、筆セット、デパコスのやつ。あれは嬉しかったな。歯は体調にも影響を出ることあるから大事だよ。そうだよね、ほんとそれな。言われたもん、歯医者の先生にも。なんかダンスするじゃん一応私アイドルなのでダンスするじゃないですか。その時になんかこう無意識に歯を食いしばってるらしいの。だから食いしばる時に、あ、食いしばってこう力を出して踊ってるから、だから踊るためにも歯はちゃんとしてなきゃいけないらしいのよ、踊る人としては、と言われて、わかりましたってなったよね。私はダンスを続けるためにも歯をちゃんと健康な状態を維持しなきゃいけないらしいんですよ、歯を食いしばるために。
しなきゃなって当たり前なんですけど、ちゃんとしなきゃなって思いました。ノーズシャドウ、そうノーズシャドウしてた。でかいヘアブラシだとどれぐらいするんだろう。ヘアブラシ、メイクブラシかな。いいやつは絶対いい値段するよね。わかんない、私いつも安いやつばっか買っちゃうけど、かゆい。錦鯉の正成さんも歯を磨かなくて歯なくなったからな。怖え、歯磨かないとそうなるな。マウスピース作ったんじゃなかったっけ。マウスピース、え、私じゃないかもしんない。それはダンサーみたいじゃんちょっとそうでも言ってたよ先生が。そうだって、あ、運動中とかもね、そう歯を食いしばるから、なんか大事らしいよ歯って。しおりさんこんにちは。こんにちは。先生はお尻に入るって知ってるの？そう、前行ってた歯医者はなんかお友達に紹介してもらった歯医者さんだから、そのお友達が多分言ってたんだと思う。歯ぎしりとかある？歯ぎしりしてるかな。で前自分のいびきが気になって録音アプリをしてたんですけど録音アプリにハマってた時期があったんですけど、その時は歯ぎしりはなかったです。ただマジでいびきがうるさかっただけだったけど、歯ぎしりはなかった。よくメンバーでもいるんですよね、歯ぎしりがマジで激しい子。もう今は全然ないですけど、ホテルとか同じ部屋になった時に私結構眠りが浅いんでちょっとした音で起きちゃうじゃないですか。だからその一緒に泊まった子の歯ぎしりですぐ起きちゃうんですよ本当に。で歯ぎしりの音って結構何聞いたことない、結構ちょっと不快な音なんですよ、怖くて。だからなんかほんと聞いた後は怖すぎて、その歯ぎしりがしばらく寝れなくなる、ちょっとトラウマになるぐらい。ほんと歯ぎしりの音ってなんかちょっとえげつない音する。みんな歯ぎしり聞いたことある人の歯ぎしりマジなんかちょっと怖いんだよね。ニュー、キュンです。いや、ルカはしない。ユキちゃんもしてたかな。あとリョウハとかもしてた気がするなんか本当に怖いのよ、マジで怖くなっちゃうの。私だけかな、怖くなっちゃうのは私だけかもしんないけど、すごい怖くなっちゃうのよ。
んか歯ぎしり効いてるとねえ、やばい音だよね。いや破裂音とかはないけど、なんかギシギシギシみたいな。でもさ普通にさ今さ頑張ってこうやって歯ってやってもそんな音はしないのよと思うとさ、どんな力で歯噛んでんのって思わない？そう思うとさらに怖くなっちゃって、なんかほんと眠れなかった。なんか何その音自体に文句を言うわけじゃなくて、なんで歯ぎしりしてんのとかそういうのに文句を言うわけじゃなくて、どっからどうしたらその音出んのっていう怖さ、なんか本当に、え確か両歯だったと思うよ。そう歯折れないって思うよね。だから普通にみんな今歯食いしばってみて、そんな音絶対なんないから。だからどうやって鳴らしてんのっていう、そういう怖さがあって、ちょっと苦手なのよね歯ぎしり。鳴らしてみて、ほんと鳴らないから、絶対鳴らないのよ、あんなえげつない歯ぎしり。そんな音を聞いたことないから、確かになかなか聞かないかもだけど、マジで聞いてる方は本当に怖いから。全然知っていただくのは構わないんですけど、めちゃくちゃ怖いよっていう話。そして大丈夫って、あなたの歯は大丈夫ですかって思いますね。寝言は大丈夫なの？誰が？私がってことかな。私寝言はね、寝言はしないです。マジいびきいびき専門。この子もいびきじゃない。寝言は言わないから。こっちゃんの最終公演は出ないです。私は見ての通りお家にいるので、そろそろ仕事に戻れますね。またね頑張ってお仕事。今ランチ食べてきました。あらちょっと遅めのランチですね。キュンです。自分の歯ぎしりで起きたことある。やばいじゃん歯ぎしりで起きちゃうの？相当大きな歯ぎしりをしてるんじゃないんですかそれは人の寝言。でも誰かしてたのは聞いたことあるけど、誰が何言ってたか忘れちゃったけど、寝言もまあする子もいますけど、そんなえつない寝言する子はいないかな。YouTube で歯ぎしり検索してもなかなか出てこない歯ぎしり検索したの？でもありそうなもんなのにね、ないんだね意外と。でも普通に不快な音ですよ。
口に塗らないですか。何をだ、リップ、リップの話か。しおりさんこんにちは、遊びに来ました、ありがとうございます。もう有病もやばいよね、当人記憶ないらしい。怖い。有病はないかな。私寝言ではないんですけど、すごい眠い時なんかベラベラ喋っちゃいますね。ゆきちゃんの家で寝てた時代はそう、めちゃくちゃ喋ってました。なんかほんと人んちで寝るのが申し訳なくてとか言いつつ全然寝るんですけど、なんかゆきちゃんごめんねって、寝るよって、なんかそういうのをめちゃくちゃブツブツ言ってたらしい。寝言、寝言なのかそれは。寝言ではない。ただいま病院帰りです。なんせ不健康な塊なので。あら大事に。今は眠くないですか。今は眠くないです。ごめんなさいね、いつも眠い顔ばっかしてるから心配をかけてしまって。今は眠くないですよ。酔っ払いが力尽きる前の状態じゃ。確かに。なんかそんな感じのことしちゃう。やったことがないからわかんないんですけど、そんな感じになるのかな。酔ったらめちゃくちゃだるい人やん。そんな人つむつむしていますか。してます。あと4日なのでめちゃくちゃ焦って、さっきとかもやってました。ちょっと本当にやばい。つむつむのミッションが間に合わなそうでやばいです。コーヒー買ってきた。今日はこれからお出かけですか。まだ全然お出かけの予定はないんですけれども、ゆきちゃんの公演終わりに TikTok などを撮るために今はメイクしてます。ちょっと早めなんですけど、こっちゃんの公演があるから今日はその前に配信しとこうと思って。保育園のお迎え行ってきます。おしちゃん配信ありがとう。ありがとう。あ、ハート、ありがとう。お子さんいるんですね。かわいい。保育園サイズのお子さんがいるの。
握手会とか始まったら連れてきてください。なんかさ、家族の共有のアルバム見れるアプリがあるんですけど、あのお姉ちゃんの子供を載せてるアプリがあって、海賊の共有アルバムのね、で私もその中の一員に入れせてもらってるんだけど、もう可愛くて、まあ、つまり甥っ子ですね、私の甥っ子になるんですけど、マジ可愛くて本当に本当に会いに行きたい、今すぐにでも。マジで可愛い。いつの間にかもう首も座ってるらしくて、人見知りも始まってるらしくて、どんどん甥っ子が成長しているんですよ。だから早く会いに行きたいんですけどね、なかなかね。身長のクリップ可愛いですよね。ちょっと今アクション仮面に付け替えました。マクドナルドのチキンタツタとマックフルーリーはこれから、いや今日は食べないです。なんか公演の時にいつもマック食べてるから、公演の時しか食べない。いやいいな、キットカットのマックフルーリー早く食べたいです。私境に行きます。孫のダンスレッスンに行きます。お孫さんですか、ダンスレッスン。やっぱそういうの普通になってきてんのかな、もうダンスとか。だって学校の授業とかでもさ、ダンスがあるんでしょ。すごいよねダンスって。よかった私の時代ダンスなくて、体育に終わってた。マジ恥がくとこだった。体育で結構やらかしてるタイプなので、運動神経悪すぎて、ダンスなんて言ったらもうバカ恥ずかしいですよね。リズム感ないし。よかった本当、今の時代の子じゃなくて自分は。ハロー、チュンです。親からめいっ子の動画が送られてくるんだけど、めっちゃ可愛い。うわいいな、めいっ子も可愛いだろうな。女の子だとちょっと混ぜてるから可愛いですよね、なんかね、男の子よりも。久々の甥っ子に人見知りされるやつやん。そうそうなのよ。てかまずまだ1回しか会ったことないから、もう覚えられてもないっていうか、誰って感じだよね。ほんと普通に考えて、お前誰って思われるだろうね、急に会いに行ったら。辛いわ。服とか靴下とかあげてるのに辛いわ。今日スタバの新作飲んできました。私も飲んできました。飲んじゃった、もう美味しかったね。意外とめっちゃ甘いかなって思ってたけど、そんな意外とだったね。こんにちは、初見さんだ。
3歳の姪っ子が父親に向かってもう言わないとやらないんだからと言ってました。かわいい、めちゃくちゃかわいい。でも多分それ普段お母さんがさ、そのお父さんによく言ってる言葉とかなんじゃない。子供ってほんとすぐ真似するから。お年玉が理解にできるようになったらごますりしてくるよ。嘘。でもそんなんもさ、こっちにはお見通しなんだから可愛いなって思っちゃうよね。もう全部可愛くなっちゃいそう。わかる。服とかおもちゃとか買って送っちゃうそう、なんか無意識に。てか今までは服の通販サイトとかはなんか見て、自分の服とか見て、あ可愛いなって思うだけだったんだけど、なんか最近はベビー服とかも見たりするぐらい、これ何歳からいけるかなとか見たりとか、ベビー用品とかもなんか通販で見ちゃうんだよね。ちなみに本当あのその甥っ子が生まれる前からそのベビー服とかベビー用品は見てるんですけど、そんぐらい本当生まれる前から愛着があります。まだ1回しか会ったことないのにやばすぎるよね。チョコレートのやつ、そうチョコレートのやつ、オンザみたいな、チョコレートオンザチョコレートみたいな、なんだっけ忘れちゃった名前、そんな感じの名前のフラペチーノをいただきました。うまかった。あちょっとまつげ後からにすればよかったな。ここまで上げて終了。3歳のめいっ子ちゃんにちゃんと返事しなさいって怒られたことあります。かわいい。西松屋に無駄に通うようになる西松屋とかめちゃくちゃ、でもそこまでではないかな。でも服屋さんとか行ったらなんかちょっと子供服ら辺をチロって見たくなっちゃいますね。ああ鼻水が。まだ TikTok とか撮らないので一旦アイロンも消そう。というわけで今日のメイクが完成しました。まあ何が違うのっていつも何が違うのってみんなには思われそう。やばい、ここら辺片付けなきゃ。部屋着たちも丸見えてる。今日何の服着ようかなって、ここにすごいたくさんのスカートを取り出してしまったからちょっとしまわなきゃ。もしに来月チョコレート欲しいな。そんなお願いある。でも私今年あの高島屋のさアムール
ットショコラみたいなやつさ毎年行ってたんだけどさ、今年予約制じゃん。だからさどうしようと思って、なんかお父さんとかにも毎年送ってた気がするんですけど、そういうとこで買って、でも今年は行けないから、それか緊急事態宣言が終わったら行けるようになるのかな、わかんないんですけど、まあ行けるようになったら買って送ろうかなって思うんですけど、ちょっといろいろ大変ですね。まあ普通のお菓子屋さんで買って送ろうかとかも考えてるんですけど、ちょっとなんだっけバレンタイン問題は今ちょっと自分の中で揉めてますね。どうしようかなって。おしちゃんしばらく公園ないとね。そう、公園今のとこ入ってないですね。私はミニスカートですか、全部長いスカートです。もうミニスカート履かないし持ってないんですよ、捨てちゃった全部やばいよね、もうちょっとやっぱ24歳だからミニスカ恥ずかしいな。毎年やってるチョコレートのイベントか、そう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 、あれ毎年行ってるんですよ。なんかお仕事帰りとかで寄ったりとか、まあ普通にチョコ食べたいなって自分のを見に行ったりとか、本当その期間中 2,3 回は行くような結構大好きなイベントだったから、ちょっと今年行けないのはうんって感じですね。あ、バレンタイン公演とかあるよね。そうそう、いつもは、郵送とかで送ってますね。多分実家というかおじいちゃん家に、お父さんのとおじいちゃんのとっていう感じで渡してるかな。そういつもそう人でね、もうねもみくちゃにされるんだよねあれねでも楽しい、回るのいろんなチョコあるの見るのも好きだし、あとちょっと試食できるのも見どころ。あの松坂屋とかでもあってますよね、あの高島屋だけじゃなくて松坂屋のやつも行くし、その免疫の高島屋のやつも行くし、どっちも毎年行ってたかな。あれ楽しいんだよな。おしりんさん、おしゆきチャンネルのイメージとはまた違って丁寧で実直な話し方をされます。本当です。あ、でも確かにそう、それね前も言われたんだよね。なんかね仲いい人にはねめちゃくちゃ言葉遣いが悪くなるんですよ。そうだから本当ゆきちゃんといると本当クソみたいな日本語を使うんですけど、ちょっと許してください。一人の時は普通に喋れます。でもチョコレート好きだけどバレンタインデー前は買いづらいです。え、でも普通に別にあれわかんない、男性の方ですか、いいんじゃないチョコ買いに行ってもって思うけど、なんか逆チョコみたいなのね最近なんかちょっとありませんでした、そういう風潮。しかもさあれだよね、海外の人はさあれ去年なんかね愛知てる、あれ一昨年か愛知てるでね、なんかねそういうやつ行ったんだけど、あの海外の人って男性から女性にお花をあげるのがバレンタインらしいですよ。確かそんな感じだった気がする。花束を送るみたいなのがバレンタインっていうやつをやった気がする。確か素敵だなと思って、普通にそれはだからおすすめ。全然みんなから私にチョコをくれてもいいんですよ。全然マキコから言葉遣い悪いって怒られてなかったっけ、え本当怒られてたっけ、忘れちゃった怒られたこと。
どこやったっけ、もひこさんから言葉遣い悪いって。あ、あれか、さんじゃないよの時か。怒られたかもしんない、ゆきちゃんがチクったからもひこさんに怒られたかもしれん。でも喜んでほしいな、私の周りの人は。だって私がそういう汚い言葉を使うってことは本当にマジで心開いてるってことだから、ちょっと喜んでほしいな周りの人間は。チョコは日本の文化でしょ、チョコ会社は仕組んだって聞いたけど。そうなんだ、そういうことね。チョコもらえないから自分で買ってるんだって思われる。考えすぎだよ、全然だよ、多分普通にそんなこと思う。てかみんな気にする？チョコもらえないってそんな気になんないんじゃない？私だって何個もチョコ買ってるけど、なんかデブだなって思われてるかなとか思うけど、でも絶対みんな気にしないしさ。そこら辺の人なんてさ、まあバレンタインの時に一生に一度会うかどうかみたいなような人でしょう。だから別に気にしなくていいんじゃないかな。みんな人生楽しく生きてこう。食べ物はプレゼントできないピエン。いや本当にそれな、食べ物をプレゼントしてもらえる制度があったら私本当みんなからの食べ物だけで生きていけそうな気がする。みんな優しいもん。こんにちは、笑顔が素敵なおしりありがとう。よくあれですよね、ラジオにメール送ってくれる方じゃないですか。ちょっと読むのがちょっといつも大変です。なんかちょっと噛みそうになっちゃいます。こんにちは、お返しが面倒なので義理チョコはいらない。はっ、そうなんだ。そんな感じですか。私無駄に送っちゃうわ、チョコ。そうなんだ、お返し面倒って思っちゃうんだ。いや気をつけよう、無駄に人に送るの。私本当、まあお仕事のそんなにバレンタインにお仕事近かったらとか渡しちゃうよく。よくないね、ちょっと確かに義理チョコは、無駄な義理チョコはあげない方がいいですね。じゃあお米送るわ、うわ最高。最近そうずっとさ、お米さ おばあちゃんにもらうって言ってたじゃん。でこの間お母さんと電話した時に、おばあちゃんからお米送ってもらおうと思ってるって言ったら、やめなさいって。お母さんがお小遣いあげるからそれで買いなさいって言われた。マジ何歳って感じですよね、ほんと。ラジオネームややこしくてすいません。いや全然そういうなんかほんと悪口とか愚痴とかじゃないです。でもいつも変な読み方しちゃって申し訳ない。逆に義理チョコ返すの本当に大変。そうなんだ、大変なんだ。でもおじいちゃんとかも昔会社の人からすごいチョコたくさんもらってたからさ、まあ、そういうことだよね。そのなんか会社の感じでいろんな人にもらうと、その次返すのが買わなきゃだから大変ってことですよね、きっとね。そういうやつだよね多分。その丸鏡初めて見た。あ、これかわいいよね。これ2枚目なの。私前のやつね壊してしまってもらった2個目。優しい。
昔もらったチョコ飾ってて数ヶ月後に開けて白くなってて大事にしすぎたと思ったこともありました。あー苦い思い出それは苦い思い出。うん、お米は最近無洗米ばかり買ってる。え、私も無洗米にしてる。ちょっとめんどくさくて洗うのもめんどくさくてね、ちょっとやっちゃいますね私も。それは できるだけもらわない。でも寂しくなるだけ寂しくなるのか。最近経費削減か、業者からもチョコもらってない。そうなの。でも私もバレンタインさ、そんなさもらえないからさ、自分でチョコ買いますよ。美味しいチョコ買っちゃう初見です、ありがとうございます。初見さん、チョコって腐るの？チョコ腐んなそう。どうなんだろう。学生でバイトやってる時に、返すの忘れたやつがクビになってた。そんなことある？嘘。キュンです。職場のバイトの女の子が手作りでチョコを作ってきた時、職場の全員男子全員がときめいたのは幸せだった。手作りチョコはみんなは嬉しいですか？私は作るの嫌いではないんですけど、なんかやっぱちょっと衛生的な面でみんなは嬉しいのかなとか考えちゃうんですよね。ちょっと考えすぎなんですけど多分。バレンタインチョコあげない子はホワイトデーはゼロだからね。やだ、私お返し見返りを求めちゃうかもしんない。美味しいもん食べたいから見返り求めてあげちゃうかも。腐る、チョコカビるんだ。カビるらしいですよ。あ、チョコは糖度が高いので腐らないはず。そうなんだ。ホワイトで何か欲しいな。何が欲しいかな。なんだ嬉しい、何が嬉しいんだ。キュンです。あ、そうだ、爪切ろうと思ってたんだった。手作りって溶かすやだけやん思いながらも嬉しい。違う、そういうやつじゃないです。あのさ、なんだっけ、ブラウニーとかクッキーとかそういうやつ作るよ。作るとしたら、でもなんか喜んでる人多い感あるわ。じゃあ意外と衛生面はみんな気にしないのか。手作りチョコ衛生面で怖い。あ、怖い人いた。衛生面で怖い人いたわ。そう、なんか意外とさ、男性の方がさ潔癖というかさ、なんか綺麗好きな人多いからさ、なんかちょっと手作りはちょっとみたいな人とかいそうな気がして。あれなんかなって思うけど、お酢混ぜる人もいるよね。お酢チョコにお酢ってこと？そんな人いる？初めて聞いたけど、美味しいの？それは。どういうこと？魔法的な、なんかあの魔術的なこと。
おしりんさんが作るチョコ食べたいな。全然マジで本当にここ何年か作ってないかも。あ、でも一回、あれ、一昨年3年前かな、なんか公園が近かったから実家で作って持ってったかも。やっぱこの一人暮らしの家だとキッチンが狭すぎて何も作れないので、いつも作るならば実家に帰って作ってで持ってってます。わざ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 実家に帰っていつも作ってたりしてた。初見さん多いって初見なのに多い作ってくれて、僕は手を全然 OK だから気にならない。うわちょっと今すねじゃない、すでおにぎり無理派なんですよややこしい。手作りって作ってる人の気持ち入ってて嬉しくなる。そう、もらう側では全然嬉しいんですよ。メンバーでもねよくいるんだよね、作ってくれんのよみんな毎年器用に。それは本当に嬉しいマジで。特にやっぱ後輩の子はね凝って作ってくれるのよ。美味しいしね、全部、しかも全部美味しい。これ毎回言うけど、あのサキポンが作るチョコパイが本当に美味しくて、ちょっとまた作ってほしいところではありますけどね。爪切りしてます今。たまに作業した後に洗わないでお菓子食べますって手づかみでくれる子がいて、えって思うあ、そういうのね、そういうのあるよね。私も人に お菓子あげるとき結構袋でこうやってあげます。ちょっと自分の手つけるのは嫌だかなと思って。おしちゃん本命チョコあげたことある？ありますよ、学生の子ですけど。みことさんのチョコブラウニーが美味しいんだっけ。え、そうだ、みことさんのチョコブラウニーもマジでうまい本当に。え、また作ってほしい。いちごチョコが美味しい季節よね。いちごチョコも好き、確かに美味しい。お酢じゃなくてお酒の間違い。あ、確かにお酢じゃなくてお酒か、さっきのやつ。爪切り生活感好き。そう、思い立った時にやんなきゃさ、爪切りって忘れない？結構欲しい。もうお返しに作ろう。いや作りたいんですけど、やっぱねキッチンが狭いからね、広いところで作りたいなって思うんですよね。サキポンのチョコパイ食べたい。え、めちゃくちゃ美味しいですよサキポンのチョコパイ。でもすごい簡単だよっていつも言う。でもその簡単ができないからサキポンに作ってほしいのに、なんか全然汲み取ってくんない。私にはできないからサキポン作ってきてっていうメッセージなのに、全然サキポンは汲み取ってくれない。一生気づいてくれない。もせた小学生だったのね。なんで小学生がびっくりした。あ、本命チョコの話かな。本命チョコの話。なんかね、あのプサレーン、なんていうの、幼なじみみたいな子がいて、毎年小6まであげてました。好きでもないのに好きでもないのにあげてました。なんかこの話したことある気がする。前に今日夕食何作るの？夕食は、あ、お米を買ってきたんですよ。で結局でお米買ってきたので、久しぶりにお米を炊いて、
お味噌汁作って、お魚買ってきたんで、お魚ともやしを一緒に入れてチンしてチーズかけて食べようかなと思ってます。バレンタインチョコの特設会場は戦場だよね。いや本当にマジで爪だから。それでは任務に戻ります。失礼いたしました。いってらっしゃい、頑張ってください。最近はスマホゲームで爪伸びたなって気づく。わかる、めっちゃわかる。それありがたいよね。逆に私ほんと爪切んのだるくて、私みんなにいつも深爪って言われるんですけど、くらい切っちゃうけど、こんぐらい切ってかないとほんと代謝いいのかわかんないですけど、なんかすぐ爪伸びてくるんですよ。深爪ぐらいがちょうどいいんですよ。だからみんな深爪って突っ込んでくるけど、好きでもないのに草そう、好きでもないのになんか親が言ってくるんですよ。バレンタインの時期になると、何々君にあげないのって言うから、あちっつっちゃった今とか思いながら、まあまああげるよみたいな、別にあげるよって言って、で親に送ってもらって、学校でなんてそんな林立てられるから絶対恥ずかしくて渡せないから、なんか親が、なんか親とかおばあちゃんがその子の家の前までなんか車で丁寧に送ってくれて、でお聞きないみたいなの言うからとか思いつつって思いながら、本当絶対そいつ出ないでくれって思いながらピンポンとかをして、まあお母さんとかが出たら、よかったラッキーと思って、これ何々君にあげてくださいみたいなやつやってました。うん、お尻めっちゃ自炊できて好き。え、全然できないですよ本当、マジで自炊全然できないですよ。電チンした餅にココアパウダーまぶして食べると美味しいよ。何それ、新しい新しい料理開発してんじゃん。ちょっと食べたいかもしれない。マックの薄いキーボードで爪伸びたの気づく。ああ、そういうやつね、わかる。なんかそういう画面とかも触れるとさ、こう何カチカチ言ってちょっと押しにくかったりするもんね。深爪しちゃう。その子は毎年ドキドキやったのに、いやドキドキしてないですよ多分、マジで普通に。いやあっちも多分嫌だっただからさ、普通にあの学校でも喋るんだけど、そのことはね、なんかその子の好きな子とかも知ってるし、そういう噂とかも全然聞くから、なんかでも絶対私のことを何とも思ってないのはもうどっちも分かってるんですよ。ただもうほんとめっちゃ家族ぐるみで腐って書かれてる。そう、めっちゃ家族ぐるみなんですよ、ただただ。だからもうしょうがなく、マジしょうがなくこっちもあげてるし、向こうもしょうがなくホワイトデーに返してて、めんどくさい関係でしたよね。よかったです、中学生でその関係が終わってくれて最近レンチンできるお魚がうまいんだよね。何それ、簡単でいいですね。あ、でもねあれだよ、私もそういうの使ってるよ。なんか容器というかそういうお皿に乗せてチンするだけで出来上がるんですよ。めちゃくちゃ簡単だからおすすめ。ちなみにレンチンした餅にコーンポタージュの粉をまぶして食べるのも美味しい。何それ、どんどん美味しいのさ開発すんじゃん。いやでもちょっと待って、コーンポタージュか、いやちょっと想像できないな味が。やっぱ私餅はきな粉一択ですね。結構
しかもそのお魚骨がないの。いいな、いいな、いいな。大尻さんの扱いそんなに聞いても何も楽しくないよ。でみんな初恋とか覚えてる？私そんな覚えてないんだよね。でもお母さんが本当小さい頃もう本当にスーパーとかの若いお兄さんがすごい好きだったっていう話はよく聞くんですけどそれは初恋だったのかもしれない。私の餅はフライパンでバターで焼くときはある。何それ、焼いてどうするんだろう、何醤油とかつけて食べるのかな、美味しそう。味噌汁の具って何入れるの教えて。今日はキャベツを炒めて、で普通に味噌汁にして、で最後に溶いた卵を入れてっていう味噌汁を食べようかなって思ってます。美味しいよ、めちゃくちゃおすすめ。あとなんかちょっとナスが余ってるから、ナスのお味噌汁にしようかどっちにしようか迷ってるって感じです。ナスのお味噌汁作ったことないんだけど、なんかクックパッドで調べたら出てきたから作ってみようかなって感じ。海苔で巻いて磯辺焼き、磯辺焼きもあんま食べたことないかな私は。本当に家はそうなのかな、お餅一択。美味しい食べ方がお餅にはいろいろあるんですね。ちょっとやってみようかな。こんにちは。小学生の時やけに優しくしてくれる お姉さんがいて、あれは初恋だったかも良い初恋ですね。初恋は小学3年生くらいのクラスメートで、勉強とスポーツができる子だったな。おお、ヒューヒュー、ヒューヒュー。どういうこと？めっちゃ悪口やん。しかもちょっとやめて、本名出すのやめて。読みづらいよこれ。恐怖の味噌汁。恐怖の味噌汁。あ、変換ミス？かゆい。うん。あ、そろそろ劇場に向かうため家出ます。そんな時間か。てか劇場行くの？あ、でも確かにこっちゃない今だ。行ってらっしゃい。楽しんできてね。めっちゃこっちゃん可愛いからびっくりしちゃうよ、ほんと。生のこっちゃん。ナスは味噌汁合うよ。そうなんだ。じゃあちょっと今度作ろう。長崎の名産のかんころ餅って知ってる？知らない。なんだそれは。ヒューヒュー幼稚園の時の好きな子は初恋なんだろうか。初恋なんじゃない？わかんないけど、どうなんだろうね。よいしょ。ちょっと本当はこっちゃんの開演時間5時半までね、ちょっと配信しようかなって思ったんですけど、ちょっと早いところで秋が来てしまったので、ちょっともう終わろうかな。なんか本当はね、ご飯、昼ご飯なのか夜ご飯なのかわかんないですけど、中途半端ご飯を作ろうとしてたんですけど、なんかスタバさっき飲んじゃってお腹がいっぱいで、ご飯のこと今考えられないので、ちょっとやめようかなと思います。3時半か、今3時半でしょ。確かに2時間巻きしてしまった。ごめんなさい。確かに人の初恋話聞いといて
ちょっと飽きるなよってそうだよね、ごめんなさい、違う、そういう飽きじゃないんです。このずっと喋ってる時間なんかみんな楽しくないかなと思って、もしかしてわかんないけどねわかんないけど、違う、みんなの初恋話に飽きたわけじゃないよ、大丈夫、飽きたってない、本当に本当にそういうわけじゃないからねそう、本当はもっとマジご飯作りながらとかやりたかったんですけど、ちょっとマジで今お腹いっぱいすぎて珍しくなんか考えられない、ご飯のこと、お腹いっぱい、でも大丈夫、また夜に夜に配信すると思うのでみんなのじゃあみんなで恋話しようね、恋話しようなそん時恋話しような、やっぱ夜の方がねなんか盛り上がるよね、恋バナとかって、うん、夜しような恋バナな。最近おしりん配信多くて楽しい、嬉しい、ありがとうございます。 iPad 買ったから毎日のように配信してる、素直に飽きたと言えばいい、飽きたって言ったじゃんさっき喋るのがみんな喋んの聞いてられないかなと思って、まあついでに言うとちょっと眠そうじゃん気づいたかもしれないけどちょっと眠そうじゃん、お色直しもしたいのよ。夜は非公式の SKE 放送があるんでそれ見た後かな、あ、そっか今日それの日か、じゃあ配信かぶんない方がいいのかな、ちょっと待ってね、何時から何時までやってるのか見るわ、あ、非公式だからそれすらも出ないのかな、これあゆかぴょんの誕生日、今日はあゆかぴょんの誕生日です、どんぐらいの時間やるんだろう、これは1時間ぐらいかな、夜はゆきちゃんと一緒かも、わかんない、エゴさんも iPad 買ったらしいよ、結局買ったの？化粧終わったら寝る、強すぎるただ本当に暇なだけ、時間あったら なんか他のことするけど、常にお休み配信な気もする、確かに、まあ、成長期だと思ってほしいね、みんなに、非公式だから気にしなくてよいかと、あ、確かに、いまだに私その存在よく分かってないんだけど、何非公式なんだろうね、あ、8時から9時45分かな、了解、わかった、昨日の配信最後のゆきちゃんのこちょこちょ攻めがおもろでした、いや、おもろくないから、マジ息できないぐらいこちょこちょしてくるから本当にやめてほしい、はい、ということで皆さん配信見てくれてありがとうございました、今夜夜も配信しますので待っててください、みんなもお仕事に学校にそして家事
全部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 頑張ってください。この後私もでも洗い物とかしますよ。してから寝るからね、ほんとそれはちゃんとしてんのよ。じゃあね、みんなバイバイ、ありがとう。ちょっと一回あくびさせて。ごめん、バイバイ、頑張ってねみんな。また後で、バイバイ。